いい加減にしろ。勝負終わったな。本当に強いっちゃね。特殊な剣法を心得ているらしいな。そんな、ただ私浜の相撲大会で毎年横綱を、それだけよ。なるほど。あの演習場の動きは土俵際の間合いだったのか。何がおかしいのよ龍之介様。泣いてるんです。どこどこい。てめえ最後まで本気出さなかっただろ。人をバカにしやがって。バカになんて。うるせえ。てめえなんか大嫌いだ。あなた女の子殴れる？相手が好きな女の子ならなおさらよ。さよなら。どこに行くっちゃ。だって龍之介様に嫌われちゃったから。逃げるのかよ。俺にぶっ倒される日まで潔く居候しやがれ。夕ご飯の支度しなくちゃ。やっぱり聞けた。俺も止まらん。ますます聞けたっちゃ。両人のために5分を。くかくかじゃなかった。